はい、皆さんこんにちは。海外転売講師の黒澤敦です。今、甲州品館の前の海獣公園、海獣広場というところにいます。パソコンを今開いてやってるんですけども、生徒さんの返信をしてるんですけども、理由を言いますね。ちょっとごめんなさい、風がうるさいかもしれないですけど、理由を言いますね。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん、正当に返信をしようと思ったらホテルが接続不良でした。色紙、こんな感じです。実はですね、甲州ホテル最近変わったんですよ。変わったっていうか、11月来た時は大丈夫だったんですけど、12月、まあ今ですね、来てみたらホテルの Wi-Fi が、今までホテルの Wi-Fi でパソコン一応つなげたんです。もちろん VPN 接続してないと、例えばまだ YouTube を見るだとか Facebook を見るだとかはできなかったんですが、パソコンに接続すること自体はできたんですよ。それが12月来てみたら、ホテルの Wi-Fi につなごうとすると接続できません、パソコンは、と。で、 WeChat をやるためにモバイルから、スマホから接続することだったらできるんですけど、パソコンには接続できませんっていうのが出てきちゃったんですね。で、じゃあまあしゃあないと、じゃあしゃあないと思って、私は au のスター会員なので、世界データ定額制っていうのがあるんですよ。これ世界データ定額っていうのがあって、980円で24時間データ使い放題っていうのが入ってるんですね。これにつなぎゃいいやと思って、つなごうと思ったら、これね、多分自分の邪推なんですが、一応整合性を合わせて解釈したんですが、ホテルで Wi-Fi をモバイルでにしかつなげなくなった結果、ホテルのお客さん全員が自分のスマホのデザリング機能を使って通信めちゃめちゃし始めた。その結果、混線して、電波が混線しまくって、このスマホの世界データ定額っていうプランもつなげなかったし、今回は妹の Wi-Fi よりも安い、このフォートラベルのグローカル Wi-Fi って書いてあるんですけど、これフォートラベルという4トラベルという会社のグローカル Wi-Fi、 妹の Wi-Fi より、まあどのプランに入るかにもよるんですけど、どのプランでレンタルするかにもよるんですけど、だいたい2000円3000円ぐらいは安くなるような、このポケット Wi-Fi の電波も混線して、これも接続しない、モバイルダメ、ポケット Wi-Fi ダメ、ホテルの Wi-Fi はモバイルしか接続できないし、じゃあもうこうなったらこうしようと思って、この VPN 猫っていう無料の VPN アプリがあるんですね。今出しますけど、これ、はい、VPN 猫っていうアプリがあります。これを使うと VPN 接続が簡単にできるんですよ。で、これ使ってホテルの Wi-Fi につないで YouTube アップロードしようと思ったら、一応ギリギリできました。ギリギリできたけど、クソ遅いですね。だから私いつもチャットワークで生徒さんとやり取りこれでしてるんですけれども、で、今もう生徒さんに返信してるんですけども、チャットワークすらどうやってもろくに開けないっていう状況になったんで、もうだったらもう青空デスクワークだろうっていうことでこっちに来てます。ちょっと見てみます。海獣広場、ここですね。まあ皆さんが今向こうの方で狂劇やってるんですけど、まあ無料の狂劇をやってるんですけど、そのまあ要するに公園ですねに来て、今一人青空デスクですわ、無料。で、ここまで来るとこのポケット Wi-Fi もつなげるようになりますし、スマホの世界データ定額プランにも接続することができるようになります。これちょっと見てみると OK、 まあこっちにも接続することができるようになったんですね。だからこれでようやく話せますよ。多分ね、
日本人の中で一番この怪獣広場に入り浸ってるやつだと思いますよ。そもそもパソコン広げて外でカチャカチャやってる人なんていないし、中国だとほとんど。しかも録画してるし撮影してるし、テレビ電話かなみたいな感じですよね。撮影してるし、しかも日本語で大声で話してるし、目立つっちゃありゃしねえぜこれはまたでもなんか良かったです。まさか11月と12月でこんなに公衆ホテル、まあそっちに見えるのが、そっちに見えるのが、後ろに見えるのが公衆ホテルなんですけど、そこのちょっと建物、私のあれこっちか、 ここに見えますよね、公衆ホテルなんですけど、公衆ホテルの接続状況がこんぐらい変わると思わなかった。でじゃあ皆さんどうすればいいかっていう解決策をお伝えしますね。ホテルの中にいるときは少なくとも昨日今日、まあ、私が12月ここに来てからずっとモバイルのローミング機能で回線をつなぐのは難しいと、難しいというよりはなかなか回線がよくつなげないと。でその時は繰り返しになりますが、この VPN 猫を使って接続するっていう方法、あとは他にもこういうトンフ VPN とかいろんな VPN があるし、私の場合はノートンモバイルっていうののセキュリティを使って、これですね、ウェブ保護っていうのも行うことができるんですけど、多分一番無料で手に入りやすくって接続が比較的良かったのはこの VPN 猫でした。だからホテルの中で使うときはホテルの Wi-Fi しかつなげないから、今のところ実質的にはホテルの Wi-Fi でしゃあないからつないで、で VPN 猫で VPN 接続をするっていう方法で、外に行ったときは、まあホテルからちょっと出たら、もうあん中ってもうすいませんね、ちょっと風の音うるさいかもしれないですけど、あん中っていうのはホテルの干渉はないんで、っていうか電波のビジー状態っていうんですけど、混線ですね、混線がないんで、ホテルから一歩出たら皆さんが持ってきたポケット Wi-Fi とか接続できるし、私みたいに au のスタイ会員みたいな感じで通信ができる方に関してはその通信を使ってみても大丈夫ですっていう形になりますね。というわけで、まあ今目の前たくさんの人が通ってるんですけど、で先ほどはそっちのベンチの方でカップルがイチャついてたんですけどもそういうのも気にせずにこういう風に話してます。まあなんていうんですか、もう慣れっこですよね、単純に。あいつ何撮ってんだ顔で目の前通ってる人、みんなもう動物園のオラウータンの気持ちがよう分かる状況です今みんな目の前ずっと通って、はい、ジャパニーズモンキーみたいな感じですよね、っていう感じです。まあまあまあ、でもたまには青空でやり取りするのもいいんじゃないかなって思います。だから現状はホテルで皆さんに返信することが、まあできる、稀に通信がうまくいってできる時もあるんですけど、なかなかできないんで、ちょっと皆さんの返信が遅れることがありますが、24時間以内には必ず毎日ね、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるためにですから、ちゃんと24時間以内に返信できるようにします。もうね、皆さん見物に人が来てますね何やってんだこいつと、うん、こんな感じです。でまあここで今返信をすることによって、今日風強いんですよ。昨日までは真夏みたいでした、広州は。で今日はすごい肌寒い。まあいいんじゃないですかね。自分はもっと寒くなると思ってコートとか持ってきちゃったんで、むしろコートが活躍するのはありがたいことなんですよね。昨日は本当にびっくりするほど暑くって、長袖のペラペラのシャツ1枚着てたんですけど、汗かいちゃって。で今日はすごい涼しいから、もうこの格好でも結構寒いんですよ。私結構暑さも寒さも弱いんで、その私が肌寒いって言うと、特に女性の方はセーターなんか羽織ってても全然ちょうどいいぐらいかなっていう感じです。というわけで、私が今回メインでお伝えしたかったのって、まあ公衆賓館って言うても国営のホテルなんですよね。だから結構規律みたいなのが変わるんですよ。で中国って結局もともと統制された国の中で自由にネットやり取りしようっていう方がある種特別な行為なので、こういったことを私が経験しとくことによって、皆さんが今後ね、まあ例えば公衆賓館またね、次ツアーとか来られる時に
こういう電波障害が起きたらどう対処する、どう対処するっていうのが皆さんにお伝えできるっていうのは非常にいいことなのかなって思います。っていうのも私が普段やっている通信量って異常にでかいんですよ。だって YouTube アップしたり、自分のアップした YouTube 確認したりするのでギガバイト単位で使ってるんですね。で、容量の目安をお伝えすると、 LINE の電話で話すとなるとだいたい6時間で250メガバイト、ウェブページであれば同じ250メガバイトだと6000ページぐらいウェブサイトは閲覧することができます。で、 YouTube だと250メガバイトの動画を見るってなるとたった2分ぐらいなんですよ。だから私は20分30分の動画をアップロードしたり見たりとか結構してるんで、もう何ギガバイトも使ってる人間だからこそこんだけ電波がとか言ってるだけで、普段ねちょっと皆さんが通信するのは私ほどいちいちここの公園まで来てやるなんて必要はないです、ないとは思います。ただ電波がもし良くなければちょっとこっちに来て少しやってみるだとか、ホテルの Wi-Fi に VPN を接続してやり取りしてみるだとか、そういったことをやってみるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、要するに私が皆さんよりも半歩前に出て、しかもデータ容量的にはもうこれ以上使うやつはいないだろうってぐらいも使ってるわけですね、私が毎日で。その状況の私ですらこの動画がアップされてるってことは、アップできてるってことですから、何ギガバイトもの容量がアップできてるってことですから、皆さんはもう十分通信はできるってことですね。だから一つの証明として、そして検証として、今回私も来てみるまでこんな感じで Wi-Fi 接続がね制限受けるとは思いませんでした。いつもホテルの部屋で皆さんのチャットワークとか返信して、でその後午後から、まあ、外を歩き回るっていうのをやってる私にとっては結構うわーみたいな、びっくり仰天てん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 でした。というわけで今回はこんな感じでね、私カバン持ってきて自分のお仕事セットっていうのをこの一切合切リュックに詰め込んでベンチでやり取りをしてます。というわけでこの後もちょっとセツさんの返信をこれで返させていただいて、で YouTube 動画もここでもう溜め込んでるのはもう何本もあるんで、昨日撮った YouTube とか結構あるんで、それをアップロードさせていただいて、でこの後、今日は三原理に行くかどこ行くか、まあ、現地の友人に会っていろいろ案内してもらうか考えていきたいと思います。というわけでわちゃわちゃしましたけれども、最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢敦がお届けいたしました。はい、こんなところからお届けしております。公園があって海事広場ですね、あ、海事広場というか海事公園っていうのかな、海事広場っていうのかな、からお届けさせていただきました。今後ろに見えている高い建物が公衆品館ですね、あれが公衆品館です。というわけで皆さん最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢敦がお届けいたしました。では失礼いたします。